こんにちは、皆さん明けましておめでとうございます。今日は新春おみくじパック VR 以上確定、まあ運営さんがね、ちゃんとしたまあイベントをこう面白いね、期待できるものを今回提供させてくれたということで、まあスーパーレアがね、入っているまあ一泊限りのおみくじというものがまあ提供されることになったんやけども、じゃあこれまあ提供ラリアがスーパーレア 10%、 ベリーレアがまあ 90% で書いてあるけども、じゃあ実際こうユーザー的にみんなの目線的には何のカードが当たったのかってこれ気になりません？そのデュエマのユーザーが本当にスーパーレアがこう当たってるのかってこう気になるわけじゃないですか。で今回はまあ検証動画ということで、ツイッターで、そのおみくじに関してつぶやいている人を100人ね、適当にまあ、自分がこう上から順番にもうバーッと画像を保存して、でそれをまあ今回公開すると、でその100人のうち何枚スーパーレア持ってるのかっていうのがね、それでまあ大体の、まあ、スーパーレアの確率、みんなどんな感じで当たってるのかなと。でもワンチャンスーパーレアが誰も当たってないみたいな、100人抽出して、スーパーレアないみたいなのもあるかもしれないけども、どんなカードがねみんな当たってるのかっていうのを今回ねランダム形式でちょっと見ていきたいと。でね、皆さんが何のねカードが当たったのかとかもねコメント欄に書いてもらえば嬉しいと思うんですが、まあ 10% なんでね、まあ基本的には10人に1人がまあスーパーレアが当たっているという確率にはなると思うんで、まあコメントする人の中にもね、あこれ私スーパーレア当たりましたよとか、もう本当に運いい人やったらね、シークレットのスーパーレア当たったって人も全然いると思うんで、まあちょっと今回検証動画という形でね、この後ね、皆さんが当たった画像というものをね100枚、流していこうと思います。
you